内場マポ駅降りてすぐのところで、これから焼肉を食べに行きます。ユッケ、このユッケがね、綺麗で美味しそうなんですよね。ハイボール7000ウォンで、バズの、これほんま、あの、水キムチかな。香味料もいっぱい、ごま豆腐、大根、ごま豆腐が入ってどんぐり来ました。このユッケやばくないですか。めちゃくちゃ洗練された感じで、これは楽しみっすね。なんとスンドゥブサービスで、それはいわゆるお通しっすね。うまい、めちゃくちゃうまい。どうしよう、ちょっとエイジングしたい豆腐ですよ。最高。あのロースは、ロースだけじゃなくてサムギョプサルロースと、あとここなんだっけ、部位によって分けてくれて、めちゃくちゃうまい。タレもうまい。そうですね、ハイボールも日本で飲むよりうまく感じる。コリアンビーフ、韓牛のユッケ、うまい。あ、すごっ。うまい。味付け肉もうまいし、要は梨とかがミックスされてる感じ、めちゃくちゃうまいです。肉もだいぶ焼かれてきました。うまそう。これ何なんだろう。魚でしょ。あ、魚、カツオ節みたい。あ、カツオ節とわさびをつけて、めっちゃうまいね。わさびとか最高。食感と、あと脂身のバランス最高です。ニンニクも本当に臭みが全くなくて、旨味爆弾、最高にうまいです。魚卵、ちょっとプチプチ系も入ってるんですけど、とびっこ果物とかも混ざってる感じ。この味付けはオンリーワンです。これも美味しい、これも美味しい。ごちそうさまでした。はい、完食しました。結構頑張って食べたけど、残して良さそうなのはあえて残した韓国の文化です。めちゃくちゃ美味しかったです。合計111,000ウォンでした。激安、1人6000円ぐらいです。どうですか。最高です。
はい、2日目の夜はこちら安宮駅から徒歩2、3分のとこですね。こちら韓国の友達のおすすめ。行ってみたいと思います。2階です。おかず、キムチ、練り物、海鮮、何でしようかな、キャベツ、白菜、豆腐来ました。あったかい熱々の感じで。木綿です。美味しい味わい。どうか、ホッサンやべえ。これでチューですよ。チュー大だったらどんだけ食うんだろう。皮付きの豚バラにお野菜も乗ってます。30秒で来ました。進んでくった。